愛する大官長会の皆さん協議と制約第120章の掲示に定められているように教会基金の支出の承認は10分の1配分評議会が行います同評議会は大官庁会12使徒委員会および管理ビショップリクで構成されています教会の各部門は承認された予算のとおり教会の方針と手続きに従って基金を使います 教会監査は資格のある専門家によって構成され教会の他のあらゆる部門から独立しており基金の収支と教会資産の保全に関する合理的保障を提供するという目的のために監査を行う責任があります教会監査の結果では2017年度において教会のすべての資材献金や寄付 および協会資産は適切な会計と承認された予算および協会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました協会は予算内で賄い負債を避け必要時に備えて貯蓄するという協会に対して教えられている慣行に従っています以上謹んで報告いたします協会監査部ケビン・アールジャーゲンセン